皆さんこんにちは。ちょっと今日は僕の師匠ジュゼッペ・ジパーリについてちょっと日本でまだ全然知られてないっていうか、知られてないっていうのはちょっとおかしい話で、ヨーロッパではすごい超有名な一流テノールです。でそのジュゼッペに出会ったのは、何年前だったかな、3年4年前ぐらいのバーリでの公演で、一度ちょっと控室にお邪魔して声聞いてもらって、でそこからの付き合いですね。でもう毎日のようにレッスンしてもらって、で彼の故郷のアルバニア、まあバーリからアルバニアって結構近くて、船で40分ぐらい、40分嘘か、飛行機で30分ぐらいか、30分40分ぐらいで着いちゃうのかな。で船だと何時間かかるのかな、調べておくないですけど、よくアルバニア人がバーリによく来てるので、まあ、そんぐらいの本当旅行できる、すぐ旅行できる近場というところです。でアルバニアのティラーナの国立アルバニア国立のアカデミー、音楽アカデミーにジュゼッペが教えてるので、そこに何日間だったかな、2週間ぐらいジュゼッペが全部用意してくれて、そこで毎日レッスンしてもらったりしております。で本当ジュゼッペとは本当なんか兄貴と弟みたいな感じで、なんだろう、声の出し方、僕の本当基礎っていうのは基礎、中音域の基礎とか、パッサージョの処理とか、全部、体の開け方、顔の開け方、口の開け方とか、全部ほんとジュゼッペが基本です。そのジュゼッペの歌い方で歌うと間違いはありません。これもう断言できます。てかもうほとんど、このなんだろう、有名な歌手たちみんな聞いても、ジュゼッペ・ジパーリはほんとなんかいい先生。その歌を教えるのはほんと、まあ、彼自身歌を教えるのはすごい好きだし、なんだろう、すごい教えるのがうまいというか、彼の耳が、本当耳がいいので、どこが閉まってるとか、どこが開いてないとか、声の方向が間違ってたりとか、で、パッサージをどう間違ってるとか、すぐ言えるので、本当なんかいい先生だと思います。で、そのジュゼッペ、まあ、気になる方は YouTube で調べれば、オペラリアの、でドミンゴのオペラリアの本戦の時の録音だったり、ボローニャでシモン・ボッカネグラを歌ってたり、まあ、ロベルト・フロンターリとあとズベトラ・バッシーレバっていう有名なソプラノの3人でルイザ・ミールやってたりとか、本当からヨーロッパでは本当超一流歌劇場で歌ってます。でもそんな彼とは本当なんかもう、なんだろうな、四六時中、携帯で、スマホでメッセージ交換して、今日の録音とかっつって、送ったりして、レッスン代も一切払ったことはありません。一回も払ったことはありません。まあ、でも公演に、聞きに来てくれたりとか、ね、忙しいのに、毎日メッセージくれたりとか、大丈夫とか、声どんな感じとかってな感じで、本当になんかもう家族のように見てもらってます。見てもらってるというか、もう一緒に歌ってます。まあなんだろうな、まあその彼と事務所が一緒で本当なんだろうな、まあ、マルチェロは本当お父さんみたいな感じだったんだけど、ジュゼッペはお兄ちゃんみたいな。まあ、歳はちょっと離れてるけど、まあ、歳の離れたお兄ちゃん。で、ジュゼッペは昔ロック歌手で、アルバニアで相当有名なロック歌手だったので、ジュゼッペの CD もアルバニアでは、見つけられるし、ジュゼッペのアルバニアの本名を YouTube で入れると、それも聞けたりとか、すごいなんか、なんだろう、多彩というか。アルバニアのテレビとかにも出てるので、本当、ジュゼッペと歩いてれば、本当に人だかりができるというか、そんぐらい有名な
スーパーテノールです。あの興味がある方は本当ぜひあの YouTube で探してみてください。で、ジュゼッペのアカデミアがアルバニアに、ジュゼッペのアカデミアっていうかアルバニア国立のティラーナのあのアカデミアがあるので、あそれもあのもし気になった方はそこにもぜひチェックしてみてください。でアルバニアっていう国はなんかそこまでなんだろうな、日本みたいに発展してはないんですけど、でもなんか住みやすいというか、あそう、これが言いたかったんですよ。そのあのアルバニアってあのご飯めちゃくちゃうまいんですよ。あの本当イタリアもめちゃくちゃうまいじゃんってみんな思うかもしれないんですけど、でもなんだろう、一番外食で一番美味しかったのはアルバニアです。あのフランスとかのドイツとかあのヨーロッパほとんど行きましたけど、一番美味しかったのは本当アルバニアです。アルバニアの飯がめちゃくちゃうまいです。あとなんだろう、あの化学調味料とかなんかそういう野菜も美味しいし、農薬とかもほとんど使ってないのかな、なんかその自然な感じので、めちゃくちゃ体にもいいし、まあアルバニア料理食った時もめちゃくちゃ声出ましたけどそんぐらいのアルバニアいいので、もうぜひあのコロナが終わったら、まあ、いつ終わるか分かりませんけど、まあその終わったらぜひあのアルバニア行ってみてください。で本当はね、なんかジュゼッペ日本で歌う機会がほとんどないというか、まあ、中国とかアメリカとかオーストラリアとかあとイギリスとか、まあ、そこら辺こうバーって回ってたりするんですけど、なぜか日本には来ないっていう、なんかね、まあ、事務所の関係だと思うんですけど、まあ、日本ちょっと日本の申告とかちょっとなんだろう、いろんな一定の事務所としか仕事してないので、わかりませんけども、まあ本当ジュゼッペ本当日本で歌う機会があればぜひ皆さん聞いてもらいたいなと思います。そのぐらいスーパーテノールなので、まあ、気になった方はぜひ YouTube で。というわけで僕の兄貴というかジュゼッペの話でした。でこのチャンネルが、この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、でちょっと一つ言い忘れた、ジュゼッペの先生っていうのはそのコレッリ、まあ、フランコ・コレッリっていう有名なテノールがいるんですけども、そのテノールとルチアノ・パヴァロッティっていう超有名なテノールの人なので、その声が上から降ってくるってその二人の言葉なんですよね。そのなんか支え、腹の下の支えから声が出るっていう、そのね、有名な言葉ですけど、みんなやっぱこっちで上の方で考えちゃうので喉が上がったりとかして大変だと思うんですけど、それもジュゼッペとか、まあ、パヴァロッティかコレッリとか聞けば分かるんですけど、まあ、ちゃんとねそのどこも上がってないというか、ほんとなんか声が上から降ってきて腹の下から声が出てる感じがするじゃないですか。まあそんなそういう技術をなんかジュゼッペ全部教えてくれるので助かってます。ほんとこれが言いたかったというわけで、以上です。また言いますけど、この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。